画用紙とお花紙で超簡単に作れて本物っぽい豪華な彼岸花です。白い彼岸花でご説明します。まず画用紙を15センチ幅に切ります。それを半分に折ったら、つながっていない方を 3,4 ミリの幅に切っていきます。シュレッダーバサミを使うととても簡単で早く切れます。切り込み3つ分のところで切り離していきます。ハサミを使って切り込みを入れる場合は3つ目ごとに切り離していくといいでしょう。これを3本1組にしておきます。次にお花紙を半分に切って2枚重ねにします。これを蛇腹に折ります。五色鶴の花子ちゃんがあればとても早く簡単にできます。蛇腹に折れたら半分に切って真ん中をホッチキスで留めます。端から深さ約 1.5 センチのところまで切り込みを3箇所入れます。切り込みを入れたら2枚重ねのお花紙を開きます。真ん中を軽く押さえ、手のひらをお椀のような形にして優しく丸め、形を整えておきます。はじめに切っておいた画用紙の端を鉛筆などで丸めます。真ん中の折り目のところに糊をつけたら、細いペケ印になるように貼り合わせます。もう一本は真横に貼ります。真ん中に先ほど作ったお花紙のパーツを貼ります。これでお花の部分の出来上がりです。簡単なのでどんどんできます。赤い彼岸花も同じようにしてたくさん作っておきましょう。茎はストローを使います。ここでは濃い緑色を使っていますが、薄い緑色でも構いません。セロテープを3センチくらいに切り、ストローの端にはみ出すように巻きつけます。はみ出したところに3箇所切り込みを入れます。セロテープを開いて花の裏に貼り付けます。花はとても軽いので、これでしっかりとくっつきます。たくさん作って飾るととても華やかです。 2,3 本をススキやキキョウと組み合わせて飾っても綺麗です。